じゃあ、行きますか。はい。じゃあ、せーの。レイワさん、いらっしゃい。分子っすか。はい。分子っすか。僕、分子です。僕誰やと思います誰あ、こんにちは。イヤホンヘッドホン専門店、イヤホンのハマちゃんです。買取マネージャーのタラちゃんです。っすね。まあ、今回、まあ、動画を回させていただいているんですけども、まあ、レイワさんいらっしゃいということで、はい、太郎さん企画の、買取のキャンペーンが、はい、あるんですけど、はい、これは何ですか？こちらはですね、5月1日から5月6日まで行うキャンペーンになりまして、お名前の方にレイワがついているお客様に対象でいやもうあの今一応資料あるんですけど、はい、意味わかんない感じですけど、そうです、レイは、まあ、連合新年言語レイワになるから、はい、名前にレイもしくは和が入ってると買取金額が増えるっていう。あ、そうですそうですそうですどういうこと？そうですそうです簡単に言うと、うん、レイもしくは和が入っていれば、まあ、買取金額がアップするっていうキャンペーンなんですけど、うん、どちらか一文字ですね、レイか和が入っていれば、まあ、買取金額が 15% アップするという、はい、でもそれそんなにレイと和入ってる名前あるのか。いや意外とね多いんですよ、それがね。意外とある。そうなんですよ。例えば秋和さんとかね。秋和さん、それどんな字、はい、秋和さん。昭和と書いて秋和。昭和と書いて秋和。そうなんですよ。あ、でもそれなんか年言語がつながって。そうなんですよ。なんか熱いっすね。ちょっと、まあ昭和の人がまあまあまあ 15% アップみたいなまあまあそんなんもあるんですけど。昭和の人がそれはちょっとちゃうけど、ね、まあまあそうですね。あとはまあ、エレナっていう方ですね。女性の方で、はい、女性の方で、あ、レがレイに入ってるっていう、はい、こちらの方もまあ 15% アップするという形になりますね。これ名字の場合はどうなるんですか？はい、そうですね、よくあるのが和田様。そうそう、あ、こちらの場合はもうキャンペーン対象外になっちゃいます。名字じゃなくて、はい、名前だけでレイはのどっちかが入ってるっていう。そうなんですよ、はい。これレイとは両方入ってたらどうなる感じ？これ両方入ってたらもう 20% ですね。おお、でもいますレイワさん。いや意外とですね、カズノリさんとかね。あとで、で、はい、カズノリさんですね。あ、そうか、ノリカズさんもパターン的にはあり。あ、もうありです、ありです、ありです、ありです。なるほどなるほど。これちょっと条件的なところの説明なんですけど、買取限定のキャンペーン、はい、店頭買取限定のキャンペーンなんで、通信買取は対象外なので、お店に直接来てくださいっていう、はい、まさにレイワさんいらっしゃい、まさにレイワさんいらっしゃいなんですね、はい、そうなんですよ、はい。ジャンク品はキャンペーン適用外、はい、まあ音鳴らないとかそういったものですよね。はい、はい、他のキャンペーンとの併用は不可、不可になります。が、しかしまとめ売りだけは OK です。はい、まとめ売り、例えば 3個以上でしたっけ。そうですね、3個以上、3個以上とかでまとめて売ってもらえると、はい、まあそれは対象内になるということで、はい、期間が5月1日、5月6日までのキャンペーンになっておりますので、はい、レイワさんはぜひ、はい、イヤホンにいらっしゃいということで、はい、今回のキャンペーンの告知とさせていただきます。はい、万が一、はい、あれですね、まあ、20% アップ対象になる、はい、レイワの方、はい、いらっしゃいましたら、はい、ぜひこの期間にイヤホンに来ていただきたいなと思います。はい、お待ちしております。はい、じゃあ最後に太郎さんから、はい、最も来てほしいあの人へのメッセージを。はい、メープル超合金のカズレーサーさん、ぜひ秋葉原店へお越しくださいませ。よろしくお願いいたします。よろしくお願いしますカズレーザーさん来るかな。まあ来る、まあ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 、ワンチャン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 来たら、ワンチャン来たらいいな